今日はパンダコテのレビュー動画だよ。相変わらずニッチ向けな動画だな。ええ、チャンネルはニッチニチなチャンネルです。ニッチニチって表現やめて。しかし、なんでまたパンダコテ？これからもっと電子工作をしたいと思っているのだけれど、今の装備が貧弱だったので一度見直そうと思って。確かに装備は大事だ。特にパンダコテは電子工作のメインウェポン、侍にとっての刀と同じ。そんなもんかね。そういうわけで、このプロ用のハンダコテ FX951 を奮発して導入することにした。すぐに壊れるものでもないので末永く使っていこうと思っているよ。さあ開封だ。まさかのコマ撮り。中の人がコマ撮りにハマってるらしい。そうなんだ。しかしすごいカラーリングだね。青と黄色という補色のカラーリングだね。発光という有名なハンダコテメーカーの製品なのだけれど、発光さんの製品はこのカラーリングが多い。目がチカチカする。これは何？これはハンダコテを置く台、コテ台だよ。作りはシンプル、角度は微調整可能。ここのへこみにはクリーナーを設置できる。付属のスポンジタイプのクリーナーは管理がめんどくさいから、ワイヤータイプのものを導入しようと思っている。こっちは？こっちは温度管理などを行うステーション。ディスプレイが奥まっていて見づらいのが少し気になるかな。このステーションとコテ台を接続する。ちなみに電源ケーブルの先端はアース付きの3ピンタイプなので注意。次はコテを接続。あれ、先端の金属の部分がないの？コテ先は別売です。別途購入する必要がある。そんな、買い忘れに注意。ちなみにコテ先はいくつか種類を揃えておくと便利。さてこれで組み立て完了だ。電源オン。あれ、エラーが出てる。あ、コテ先がきちんと奥までセットされていなかったみたい。さあ気を取り直してオン。お、今回はエラーが出ない。おお、みるみる温度が上がっていく。立ち上がりが早い。あと温度が数値で確認できるのも嬉しい。さすがプロ用。ちなみにスリープ機能を使うと、コテが台に置かれている時温度を一時的に下げてくれて、コテ先が熱で傷むのを防いでくれるよ。使い心地はどう？ブレンダー用のコントローラーを作る時に実践投入してみた。立ち上がりの速さと温度調節機能、そして細身のコテ、これが本当に快適。細かい作業が本当にしやすい。今までの苦労は何だったのだろうと遠い目をしてしまう。そうなんだ。一方で設定を変える時の操作が分かりづらく感じた。ユーザーインターフェースがもっと優しくなるといいな。今後に期待。ちなみに注意点とかある？噂によると FX951 は偽物が出回ってるらしい。いえ、ブランド物のバッグや靴だけじゃなく、ハンダコテの偽物が出回る時代なのか。すごい時代だよね。購入するときは必ず信用できるお店で買おう。最後に次回予告。お、次回の動画はじゃじゃーん、ハンダ吸い取り機のレビューです。またニッチニチな動画だな。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。